者、各球場の結果、すべてパシフィックリーグが今日はデーゲームで行われていますが、西武が勝って近鉄敗れて12対2、ダイエーが勝っています。そして日本ハムが勝っています。西武球場が3万2000、グリーンスタジアムホームが3万5000、東京ドームが3万3000、ここ横浜スタジアムが2万7000。今日日中5月4日、連休後半に差し掛かるところですが、12万7000人が各球場に詰めかけました。今日はお天気が心配されたんですが、持ちまして本当にいい方へ予報が変わってくれてね、本当に良かったですね。私も実は今日はもう雨を覚悟してたんですけど、私は球場には傘持ってきたんですがね、これは忘れないように注意しなきゃいけませんが、さあここで2番の種田に代わって小森です。昨シーズンは非常に後半で活躍した目立ったもの、9回の表のドラゴンズの攻撃、回は9回です。三塁の進藤、ショート進藤、三塁西岡、伊藤に対してここは森田に代わって、まあ、中日ファンにすればかえったタイミングが合ってくれると思うんでしょうね。そうですね、伊藤よりもタイミングが合わせやすいかもわかりませんね。ただ森田の球は最後にこうちょっと伸びがありましたね。の速い球をどれだけさばけるかですね、必ずインコースで突っ込んできますからね。練習での感じは良くなっているという解剖ですが、中攻めるかですね、外へ落とすかというところですけど、おそらく中へ攻めてくるんじゃないですかね。外、これは打たされた感じになります。進藤、ツーアウト。パウエルです。4割を切って現在の打率は3割97分。今日はヒットなしのパウエル。出ない、決定して遠くに、そこはね、パウエルには攻めるでしょうけどね。インコース、詰まりました。ボールです。スリーアウト。大谷の表の